詩が解禁されまして、秋元先生からの帯コメントも解禁になりまして、記念すべき日なのでショールームをしようと思って急に配信をしてみました。こんばんは。大きく拡大していただいて後ろに貼ってみました。わーい、こんばんは。配信始めましたって言った方がいいよね。言いますね。ちょっとお待ちください。よいしょ。ちょっと待ってね。ピッピピピピピ、シュシュシュ、配信始めました。写真集、新集、教師解禁、解禁。できとくしろ。できとくの。できた。こんばんは。教師が解禁になりまして、こちらが通常版のファスト写真集の表紙でございます。でこちらがブループリントさんのストアでの限定のカバー表紙になっております。2種類。わーい、ついに表紙が解禁になりました。わーい。まだ全然そのおしゃべり会をしていたので SNS を全然更新できてなくて申し訳ないんですけど、終わったら更新しますが、この2つが表紙でございます。やった。どっちが好きですか？どっちが好きですか？限定版も通常版も追加予約しなきゃありがとう。通常版いいですね。選べません。限定版かな。すごいすごい、選べない。あえて言えば限定版。どうなんだろう。私も選べないんだけど、どっちも好きなんですけど、あ、限定版好きかも。こっちが限定版ですね。ツヤっとした大人っぽい感じになっております。ニハオ。あ、限定版の方が声が多いかもしれない。本当にさ、嬉しい。386冊買います。看板は本当ですね。言いましたね。私見ましたよ今そのコメント。嬉しい。いや、ついに、ついにですよ。アンケートと久しぶりに取ろうかな。これ通常版の表紙が好きな方は黄色、限定版が好きな方は青。私はどっちも好き。中身は7月まで。ワクワクして待っててください。究極の選択。お、マスカラ届いた。
両方好きな人は両方、両方で。急に配信始めたけど大丈夫か。両方も作ればよかったね。これどのぐらい待てばいいんだろう。お疲れ様です。両方投げた。こんばんは。お、グラビアザテレビジョンさんも来ます。今日発売日です。両方ともジャンルが違う感じ選べるのは事実よ。ありがとう。こんばんは。お腹すいたゼリー食べようかな。そろそろ投票締め切ります。こっちの方が人気。限定版。そうなんだ。こっちが通常版で、こっちが限定版。すごい、結構差です。こんな分かれるとは思ってなかったけど、まあ、どっちも愛していただけたらなと思っております。こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。限定版の方はブループリントさんのストアからご購入いただけて、私のこの限定版のカバーと私の直筆サインがついてくるのがブループリントさんのこの限定版で、こっちの通常版はお写真が4種類ランダムでついてくるのが通常版の方ですね。予約済みです。ありがとうございます。昔のデコ出しとは違う感じで通常版の好きなんやがな。おしゃれデコ出しですよね。アンニュイな顔で好きです。こっちも今後並みはるで検索するとこの画像が出てくるのか。出てきます。嬉しい。ついになんか表紙がいよいよ解禁になるなったということで、なんか現実味がすごく感じていて嬉しいです。嬉しいです、嬉しいです。バーイ。ありがたいことに秋元先生からの帯コメントもいただけてありがたいですね。とりあえず15冊予約したので100冊まであと85冊頑張るぞ。配るんだ。ありがとう。通常版の透明感はドキドキしちゃう。こんな風に見られているのかの、なんていうんですか、表紙のテーマというか、なんていうんだろう、なんていうんだ、なんて日本語がちょっとわかんないんだけど、好きだし。ありがたいですね。私も書いていただける日が来たなんて幸せでございます。お渡し会も7月7日が新潟で、7月15日が東京であるので、ぜひぜひお持ちしております。で、今日がグラビアザテレビジョンさんの発売日なんですけど、届いた方もいらっしゃるんじゃないかな。ツーショット撮影当たってほしい。当たりますように。なんかみんなにちゃんと伝わってるかなと思って、なんか公式 SNS さんもすごいいろいろ
投稿してくださってて、私もいろいろ投稿しているつもりではあるんだけれども、みんなに情報がちゃんと届いてるかなって思っています、思っていますでます。うん、そうなんですよね。情報を整理しますと、こっちのブループリントさん限定版の写真集の方は表紙がこの特別バージョンで、あと直筆サインが書かれてるものがご購入いただけて、こっちの通常版は通常版だけのこの表紙で、あとはポストカードがランダム4種のうち1種封入されているっていう形になるので、どっちも見逃せない情報がいっぱいですし、東京でのお渡し会は東京でのお渡し会限定の特典のポストカードがあって、新潟は新潟限定のポストカードがあるっていう感じです。ポストカードもぜひコンプリートしてくれたら嬉しいなと思います。そうですね、その場所ごとにも特典のカードがあるっていうのは嬉しいですね。ポストカードたくさん、私か新潟は行けないの、東京行けるか微妙なんです。ウィーすごい、みはるちゃんが説明できて、私も情報整理しながらね。グラビアザテレビジョンさんは新潟予約したので1日に届きます。こうなるとコンプ、ね、狙うよね。新潟と東京違うって知ったから東京遠征も決めたから当選して、ガチャピオの2人の写真並べるの楽しみ、楽しみにしててください。こんばんは、お疲れ様です。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ねえ、七夕が楽しみですね。渋谷も新潟もお待ちしております。いやー、早く7月になってほしいなって感じです。こんばんは。表紙解禁嬉しいんだけど、配信が終わったら SNS 頑張ります。いいね、どっちも気に入り。私がたくさん、ねえ、七夕にさ新潟でお渡し会できるの本当に嬉しい。新潟は厳しいけど渋谷は行きますね。ありがとう。大人みはるでしょ、全員かわいい、ありがとう。ねえ、嬉しいですよ。こっちはアマゾンさんとか楽天さんとかからご購入いただくと4枚のポストカードのうち1種封入されてるっていう感じでございますね。で、イベントごとのポストカードも特典であったりするという内容でございます。ちょっとお腹空いたんでゼリー食べていいですか。すいません。できてき
口角のくぼみが綺麗。紀伊国屋書店新潟店さんのイベント申し込みました。ありがとうございます。お腹空いちゃった。もぐもぐいただきます。美味しい。ゼリーって美味しいよね。写真集も嬉しいし、花江ちゃんの初日も嬉しいし、 NGT 嬉しいこといっぱいやな。そうだね。これはキウイ味のゼリーです。キウイ味ってなかなかないなと思って選んでみました。押してもいいですか。よろしくお願いします。それこそ久しぶりにね、おしゃべり会のをさせていただいたんですけど、今日1年半ぶりぐらいらしくて、おしゃべり会自体がで、平日のこんなね、お仕事終わりとか皆さんお忙しい中で時間を作っていただいて、そう、そしてね、そんなみんな来れないかなと思ってたけど、たくさんの方が来てくれて、あっという間に時間が経っちゃって楽しかったです。ありがとうございます。続くのでね、おしゃべり会の振り返りがよろしくお願いします。喋ってたらなくなってた。参加する気満々だったのに券がなかった。そんなことあるな。なんか久しぶりの感覚でした。ああ、こんな感じだったなと思って。来月振り返りますね。ありがとうございます。ごちゃ終わり思い出す。ごちゃって私何年前なんだろう、やってたの。えんや、わいは公園でみはるちゃん見てるだけで幸せなんや。そう言ってくれてありがとう。お、剣がないと思ってたらどうもあるみたい。あら、超久しぶりで緊張しました。3年前だって。わお。オフラインもね、ちょっとお待ちください。そんな前なんだ。本当に早いよね、1年過ぎるのって。なんかさ、私がおばあちゃんになった時にさ、若い時に写真集出せて、それが 何十年経ってもこう見てさ、色褪せない思い出になってるってすごい幸せだなと思ってさ、私がおばあちゃんになった時に振り返られる幸せポイントがまたできて幸せだなって思ってる。
やっぱこの時にしかその時の自分はいないじゃないですか。ねえ、年齢を重ねていけばいくほどシワも増えるだろうしさ、なんかいろいろ変わっていくじゃないですか、人間生きてるから。だからこの時の今のなんだろう、アイドルをしている奈良美春をこの写真集の中に閉じ込めることができて、すごいすごい幸せだなって思います。本当宝物よ。代々受け継がなきゃいけないこの写真集は。発売日楽しみにしてますね。おめでとうございます。ありがとうございます。それこそさ、劇場公演の後のお見送りの時にいろんな方がさ、なんか私の推しの方ってわけじゃないと思うんだけどさ、こう写真集買ったよとかさ、あの私が行くねとかって言ってくださってさ、すごいさ嬉しかった。優しいな NGT って思った。よく食べるな、お腹空いてたな。ピンポンだよ。そう、お腹空いたんだ。ねえ、楽しみ。みんな来てくれるかな、私会。私を押してないよっていう方もどしどし来ていただけたら私は幸せです。でした。今来た出遅れ、お疲れ様。写真集発表するときは一瞬ドキドキしました。どうしたらさ、いろんな人がさこの写真集を手に取ってくれるかなって思ってて、この配信もだし SNS もだし、もちろん応援してくださる皆さんには一番に見てほしいし、知ってほしい気持ちもあるし、なんかこの写真集をきっかけにこう私を知らなかった方がこう興味を持ってくれたり知ってもらえるきっかけになればいいなってものすごく思っているので、どうしたらいいんだろうなって思って貼ってみた。こんばんは。ラブラのデカ看板を写真集のポスターにしちゃおうかな。本屋さんに発売して並んだら目立つとこに置いてほしい、絶対に。ありがとう。初見です、こんばんは。ファースト写真集発売しますので、皆さんぜひよかったら
ご予約お待ちしております。絶賛ご予約受付中でございます。どうなんだろうね、こう予約していただくとさ、今いろんな特典とかさ、こうサインが書いてあったのが届いたりするけど、発売日に本屋さんに並んでから買おうかなと思ってくださっている方もいらっしゃると思うんですよ。どっちがいいんだ、どっちも嬉しいんだけどね。私からして、私の働いてるパン屋さんに行こうかありがとう。劇場前のウィンドウに飾っておいて。確かにそうなんです。たくさんの方のところに旅立ってくれたら嬉しいなって思っております。本当素敵に撮っていただけて幸せです。会社の人には販売して届いたら配るから見てもらうんだ。私の大学の授業のテキストとして学生に買わせますすごい。嬉しい、ありがとうございます。定期で流せばいいのかな。ただいまご予約受付中です。ブループリントさんのストアの方はサイン付きでこの限定版のカバーになっております。通常版はこちらのカバーになっていて、ポストカード4紙のうち1つ封入しておりますっていう。定期で誰か流しておいてください。オフショット先行だけでも素敵すぎてドキドキしてる。私もドキドキしてる毎日、なんか嬉しくなっちゃって。ナンバーオタクさんも、ももねちゃんと一緒に仕事した子だよね、買うって言ってくれたし、ご縁だと思う。ありがたいご縁ですね。私は届いた枕元に置いてから寝るね。ありがとう。弘前でもお渡し会できたらいいよね。そして弘前まで来てくれます？まあできるかどうかわかんないですけど、さすがに遠くない？限定バージョンのカバーもいいね。いいでしょ、こんな風に見られているのか。改めてすごいですよ、夢の秋元先生からの帯コメントをいただけるなんて。夢というか現実になったことがなんかすごいすごいって思っちゃう。こんばんは、ありがとうございます。アザラシこれ流行ってる流行ってるわけじゃないけど、なんか一回設定したらそれになっちゃって変え方が分かんない。こんばんは、ごちゃのスタジオにも突撃して PR しよう。 OG のヤンカがたまに出ることはある。そうなんだ。でマリノさんがメンションしてくださって嬉しかったです。優しいですね、本当に。何年経ってもこう気にかけてくださるの。頑張ってください、ありがとうございます。こんばんは。今日は配信しなきゃですよ。だって表紙解禁されて秋元先生からの帯コメントが解禁になったんですから、素晴らしい。ありがたいですね。ねー
しいですよね。本当にいろんな方がおめでとうって言ってくれて、とてもとても嬉しいです。あ、グラビアザテレビジョンさん届いた、ありがとう。知ってもらうには美晴だけじゃなくて自分たちも広めていけるように頑張ります、ありがとう。気にかけてくれるのは嬉しい。そう、嬉しい。そうなんですよ、とってもとっても嬉しいです。なのでもしよかったらファスト写真集の公式 X とインスタグラム、そして私のやってる X とインスタグラムもいっぱいいっぱい、今なんていうの、 リツイートじゃなくて拡散してくれたら嬉しいし、コメントしてくれたらとてもとても嬉しいです。よろしくお願いします。リポストか、永遠に分かんないんだよね。リツイートって言っちゃう、リポスト、ツイートすることがポストするだっけ。ポスト、ポスト、リポストしてくれたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。いや、なんかワクワクするね、本当に。本当に嬉しい、表紙が公開になって。私もみんなと同じようにさ、ワクワクしてて、毎日今日はどんなオフショット上がるのかなとか考えて過ごしてるけど、今日解禁になってこれからはこうやって貼って配信ができるっていう、もう常に背景に貼っとこうか、自分に貼って歩けばいいのか。そうなんですよ、ファースト写真集の公式アカウントさんがあとちょっとでフォロワー1000人になるんですよ。だから私も毎日あとちょっとで1000人、あとちょっとで1000人って思いながら、あの願ってるんですけど、1000人行くと嬉しいなと思って。嬉しいですよね、そんなに。だってね、写真集ってなると本当に好きじゃないときっと情報を追おうとも思わないだろうし、アカウントをねフォローしようなんて思わないだろうから、そんなにもたくさんの方がこう気にかけてくださったりとか、情報を知りたいと思っていただけてるのがすごく嬉しくて、本当に嬉しいです。質問、何百枚、何千枚、何千枚撮った中の1枚が表紙になったと思うんだけど、純粋にこの表紙、全然読めなかった、純粋にこの表紙の感想が聞きたいです。え、なんだろう、まあ、通常版のこの表紙は個人的にアンニュイな顔って言いますか、アンニュイなこの顔が好きで、なんかなんだ、決めてる顔でもなく力を抜いてる顔じゃなく、本当にふとした表情で、自分では気づかなかった表情だったから、あ、こんな表情もするんだなと思って、なんかこういい意味で力が抜けてて私らしいなって思った。からこの表紙好きですし、こっちはこっちで艶やかな大人な感じがあって、なんかこの通常版と違う感じがすごい出てるから、この2つの表紙の差もあっていいなって思っております。どっちも等身大の私がこう映し出されてるから、なんか今しか残せないものじゃない、この今って。だからどっちも好きです、アンニュイ顔。アンニュイ顔です。その話聞いたらますます好きになった。こっち側の写真もセクシーでいい、こっちですね、唇がツヤってしてるね。
いや嬉しい、本当にいよいよじゃん、いよいよだよ、本当にいよいよ。今987人だからあと1000人まで、あと13人の方、今すぐあのファースト写真集の公式 X アカウントフォローしてくれたら嬉しいです。そしたら1000人いくので、今見てる13人の方、今すぐフォローしてくださいなんて言ってみたりして、やっぱ嬉しいですよね、1000人になったらっていう。毎日見てて、毎日毎日毎日見て、あと何人あと何人あと何人って思いながら見てて、はい、見てます。でもシンプルに本当に嬉しい。なんかなんだろう、数字ってリアルじゃないですか、すごい現実でもあるなと思ってて、私のことに興味を持ってくださる方がどれくらいいるのかなとか、まあ今も心配ですけど、すごい心配で、そんな1000人もね行きそうなぐらいこう興味を持ってくれてる方がいることがすごい嬉しいなって思ったし、え、今991人、あとちょっとじゃん。もしよかったら NGT48 ナラミハルのファースト写真集の公式 X があと9人ぐらいで、1000人行くので、最新情報を毎日ね流していただいてるので、あ、なんか増えてる、1000人行くかな、1000人行くかな、フォローしていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。やった、スタッフさんがフォローしてくださった、イエーイ。あと一人、1000人行きました、7人、あ、また1000人行った、来ました、え、すごい、イエーイ、ありがとうございます。やったー、1000人行った、嬉しい、いきなり増えた。今見てくださってフォローしてくださった皆さんありがとうございます。めっちゃ嬉しいんだけど、1000人もそんなフォローしてくださるなんて。毎日最新情報が続々と届くと思うので、一緒にこの写真集発売を盛り上げてくれたら嬉しいなと思う。こんなことある、毎日見てて、私あと十何人だな、あと何人だな、どうかどうか1000人行きますようにって思って、毎日こうやって朝も寝る前もずっとこうやって見てて、嬉しい、フォローありがとうございます。行ってみるもんだね、本当に行ってみるもんだね、ありがとうございます、嬉しい。こうやってなんか言う、俺の夢、こうやって言うことって大事なんだなって思いました。ありがとうございます、1000人もの方。そう、インスタグラムの方はね今574人だそうなので、こんなに X とインスタグラムって、まあ、拡散できるか、ね、できないかみたいなところもあると思うんですけど、もしよかったらインスタグラムの方もあの写真たくさん、オフショットとかも載ってますので、ご覧いただけたら嬉しいと思います。あの公式インスタグラムもございますので、ファースト写真集の公式インスタグラムもございますので、もしよかったらインスタグラムの方もフォローしていただけたら大変嬉しいです。インスタも1000人目指しましょう。こんばんは。今見てくださってる方が全員フォローしてくださったら、一気にインスタもフォローしてくださる方が増える。嬉しい、なんかこんな言ってすぐにパッてなると思わなくてすごい嬉しいです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。今フォローしてくださった方々ありがとうございます。ぜひインスタグラムの方も奈良美春で検索すると出てくるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
ちょっと自分でも見よう。めっちゃ嬉しいんだけど。こんな嬉しいことある？本当にすごい。嬉しい。1000人いってる。1000人いってる。すごーい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 。ありがとうございます。インスタもフォローしました。ありがとうございます。すごい、1012 この短時間で増えてる。ありがとうございます。インスタもぜひフォローお待ちしてます。ありがとうございます。インスタグラムをフォローしたよ。ありがとうございます。インスタグラムもこうやって話してるうちに増えてるのかな。嬉しいんだけど。すごい。インスタグラム、増えてる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 。すごーい。すごいショールームって。わかる。あの TikTok の私の奈良サウナも先日久しぶりに見たら1000人超えてて、ありがとうございます。びっくり、いろいろびっくりで嬉しいんですけど、インスタグラムも徐々に今増えてて、ありがとうございます。なんか今話してると、かいわれくんのグッズをこう制作させていただいた時に、なんかテレビショッピングみたいになっちゃって、なんかそれ思い出しました。インスタもフォローしました。ありがとうございます。写真集効果だ。いや本当に写真集発売になったらショールームさんでもう喋りまくりたいぐらい。宣伝5人ずつぐらい増えてってる。わー、嬉しい。ありがとうございます。やったー、本当に嬉しいです。インスタもフォローしてきました。ありがとう。そうなんです、やっぱりファスト写真集の公式アカウントをフォローしていただくと最新情報が続々と入ってくるので、それこそお渡し会、ツーショット会のその詳細とかもいち早く情報ゲットできると思いますので、ぜひぜひフォローしていただくと、オフショットとかそういう最新情報が続々と入ってくると思います。ショールームでも売ればいいんじゃないかとね。そういうことができたらね、素敵ですけどね。写真も公開してます。みやちゃんのリポストも早い。ありがとうございます。配信が終わったら SNS 更新しようと思ってるんだけど、ワク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 。こちら表紙目に焼き付けて夢に出てきますように。すごい、インスタもじわじわと。お、すごいすごい、インスタ10人ぐらい増えてる。すごい、600人いくかな今の時間で。あと10人。もう一回言いますね。ファースト写真集のインスタ公式のインスタグラムがありまして、それが今590人フォロワーいらっしゃるんですけど、今の配信中に600人いったら歓喜ですね。私もし見てくださってる方で最新情報をゲットしたいなとか気になるなと思ってくださってる方がいらっしゃったら、NGT48 奈良美春のファースト写真集の公式インスタグラムの方フォローしていただけたら嬉しいなと思います。フォローしてくれたら嬉しいな。皆さんフォローありがとうございますって、公式さんがじわじわと増えてます。イエーイ。本当に公式さん、公式さん本当に大好きなんだけど、この間も私配信し終わった後に、あの配信見てた皆さんみたいな、ご予約はこちらですみたいなポストしてくださってて、すごい嬉しくて、
大好きなんです、二人三脚本当に。え、すごいすごい、あとちょっと597人だって。え、ちょっといけるんじゃない、600人。今日すごい、なんかこんなことある、嬉しい。600人いたらみはるちゃん絶対結婚しようね。あと2人、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 いた600人行きました、おめでとう、イエーイ。フォローしてくださった皆さんありがとうございます。あの公式さんが本当にいっぱい愛情を込めていつも SNS をしてくださってるので、その情報が皆さんにあの届くと嬉しいです。私もやったー、嬉しい、ありがとうございます、優しい。すごい今日嬉しいな、1000人いって600人いって嬉しい。ほんと公式さん反応が早くて嬉しい。イエーイって言っていいかな今。公式さんと一緒に分かち合いたい。待ってて公式さん、え、公式さんツイートしてたよね。ちょっと分かち合いますね公式さんと。私も分かち合いました、公式さんとともに。ありがとうございますみんなフォローは絶対忘れないでお願い本当に私からもお願いです。こんばんは、通知来た。服着てない方の表紙の唇が素晴らしいです、ありがとうございます。細かいところまで見てくださってありがとうございます。服着てます、服着てないじゃない、服着てますか。え、本当にあの写真集発売日になったらみんなであの SNS の公式の中の方にありがとうございますって言いに行こう。本当に感謝すべき、もうなんなら写真集に関わってくださってる皆さんにあの一人一人頭を下げに行きたいぐらい本当に感謝してます。本当に本当に撮影に関わってくださったカメラマンさん、メイクさん、衣装さんも、私が見えないところで関わってくださってる皆さんもたくさんいると思うんですけど、みんなにも一人一人に頭をペコリってしに行きたいぐらい本当にあの感謝してます。だって夢を叶えることを一緒にしてくださってる皆さんですから、ペコリしに行きたいですね。服は着てるんだ、一応服着てるんだ、服着てなくないんだ、服着てるんだね服着てないじゃないよ、着てるよ、布はある、そう布はあるから。そう、本当に嬉しい、嬉しい、1000人行ったのすごい嬉しい、すごい嬉しい、すごい嬉しい、すごい15人にもなってる、ありがとうございます。注文してよ、ありがとう、安心してください、来てます。そうなんです、来てるんですよ。すごーい、1015人、すごい、この配信だけで本当に20人ぐらいきっとフォローしてくださって、なんかこう考えるとこういう配信っていうものってすごい夢がありますね、素敵、ありがとうございます。
定期で流しときますね。こちらが通常版で、こちらがブループリントさんの限定版です。あ、すごいすごい、公式さんも一緒に喜んでる。嬉しい、本当に友達になりたいぐらい嬉しい。中の方ありがとうございます。本当軽々しく友達になりたいとか言うんじゃない、本当に。はい、すいません、ストーリーで喜んで、私も嬉しい、ハイタッチしたい、一緒に、イエーイ。配信見てくださってるのかな、わかんないけど、こちらもよろしくお願いします。こちらが通常版で、こちらがブループリントさんの限定版の表紙になっております。イエーイ、みんなもイエーイ。なんか久しぶりにハイテンションになっちゃった。イエーイ、みんな手つなげばすごいんだな、すごいな、 SNS ってすごいな、みんな仲間なんだな、素敵だな、かわいい。本当に公式の中の方がかわいすぎる。こんなリアルタイムでこんな一緒に喜んでくれるなんて、もうマブダチなんじゃない、本当に。調子こくな、はい、すいません。はあ、嬉しい。公式の方をフォローしてありがとうございます。みはるちゃんが楽しそう、楽しいってか嬉しい、なんか本当にそれが一番です。みはるの口がまぶだしというワードが飛び出ると、お疲れ様です、ありがとうございます。私も喜んでるからまぶだしになろうな。こんばんは、頑張ってください、ありがとうございます。もうこれは本当に私の見えないところでもいろいろしてくださってる方がたくさんいるから感謝でしかないです。本当に嬉しい。まず写真集を出せることが本当に嬉しいんだけど、本当に嬉しいのは大前提として、表紙が公開になったのもすごい嬉しくて、でさらに秋元先生からの帯コメントをいただけることが本当に嬉しくて、本当に幸せです。本当に幸せ、夢なんじゃないかって思うぐらい幸せ。何年か前の私に見せてあげたいこの景色。帯も大切に取っておきます。本当に嬉しい、いや嬉しい。全然ちょっとまだ SNSあれですけど、更新できてないけど、あー嬉しいな。カメラは人の目だ、ここにある写真を眺めながら七海春は思うだろう、こんな風に見られているのか、くーくーくーって感じ。毎日公式さんに救われてる日々、感謝、本当感謝、感謝しよう一緒に。こんな風に見られているのかって本当に私も思ってる。え、すごい。X1021人になってる。すごい。今のこの数分で20〜30人増えてる。ありがとうございます。カメラは人の目だ。ここにある写真を眺めながら言えない。眺めながら奈良美春は思うだろう、こんな風に見られているのか、あーって感じ。本当に嬉しい。なんか帯コメントの中にも奈良美春っていうワードがあるのがすごい嬉しいです。奈良美春に生まれてよかった、嬉しい。記念すべき日です、今日は。噛み締めてる、私も噛み締めてる。すごい、最高に幸せな26歳の1年だね。本当にね、よかったね、ありがとう。本当に幸せです。
こんばんは。ちゃんとお渡し会の予定もちゃんとみんなにお伝えしなきゃ。ちゃんと間違いなくお伝えしなきゃ。まずですね、7月7日に紀伊国屋書店新潟店さんでお渡し会&ツーショット撮影会がございます。イベント限定特典のポストカードもございますので、そちらもお楽しみに。そして7月14日に HMV&BOOKS 渋谷店さんでもお渡し会&ツーショット撮影会を開催させていただきます。こちらのイベント特典のポストカードも、限定の特典のポストカードも出てるので、そちらも見てみてください。7月7日と7月14日です。皆さんお忘れない、お忘れない、お忘れないように予定日に書いておいてください。お願いします。フォローしました、ありがとうございます。いやー嬉しいですね。7月7日と7月14日です。ありがとうございます。忘れないように、忘れなきようにお願いいたします。あー、なんかすごい幸せ、なんかすごい、なんかみんなで一緒に頑張ってる感すっごい幸せ。気合で当たらなきゃ、当たったら東京行く、待ってます。14は連休だったし、とても行きやすい、よかった。え、私って何分から配信してる、そろそろ1時間経っちゃうか。わあ本当に嬉しい、写真集出せて、しかもフォロワーさんも増えて嬉しい、本当に生きててよかった。なんかこんなに幸せなんだなって思って、はあ、嬉しいな。ピヨピヨピヨ。え、もうあとちょっとで1時間になるので、そろそろ配信を終わろうと思いますが、改めてピンポンパンポンで、整理をしますと、こちらが Amazon さんとか楽天さんとかで売っている通常版の写真集の表紙になっております。こちらの通常版の表紙には4種のポストカードのうち1種封入されている形になっているので、ポストカードもお楽しみに。そしてこちらのブループリントさんの、ブループリントさんのストアからご購入いただける写真集は特別な表紙になっておりまして、そして写真集、この写真集にはサインがついてくるんですね。直筆サイン書かせていただけますので、ブループリントさんのストアの方からご予約いただくと、この通常版とは違う表紙の本とサインがついていきますので、よろしくお願いします。そして7月7日は新潟の紀伊国屋書店新潟店さんでお渡し会&ツーショット会をさせていただきます。で、7月の14日は東京の渋谷の方でお渡し会とツーショット会をさせていただけますので、どうかどうかお渡し会の方もたくさんの方に来ていただけたらいいなと思いますし、今日だけではなくてですね、なんかこうみんなで一緒に盛り上げていただけたら嬉しいなと思っております。ランダムコンプ目指そう、私もコンプできるように頑張ります。本当に配信見てくださってありがとうございました。すごいみんなと達成できてすごい嬉しくて、嬉しかったです。それではランキング読ませていただきます。13位コバタンアットピオさん、12位つとむアットピオさん、
11位ハチアットコゲパンさん、10位ヤマアリアット NGT ヨシさん、9位ワンワンさん、8位パチジャンさん、7位マルさん、6位キタムランド定住水道橋博士さん、5位シジュウカラさん、4位シロウケンさん、3位シズージズーさん、2位マサさん、1位リョウスケナッチャーズさんです。皆さんありがとうございました。本当に本当に奈良美春ファースト写真集7月1日発売です。ただいまご予約も受けたまわっておりますので、皆様チェックの方よろしくお願いします。全奈良美春からのお願いでした。ありがとうございました。ありがとう。またね。公式さんもありがとうございました。おやすみは。